それでは S2 線見ていきたいと思います。まず外装から見ていきます。フロントバンパーの右前ですね、まあ、ちっちゃい飛び石傷みたいのはありますけども、結構綺麗な感じですね。リップ部分もなかなか綺麗な状態です。こんな感じですね。で、エンブレム周辺も特に気になる傷はなく、左前も結構ね綺麗ですね。こんな感じになってますね。で、ヘッドライト左右ともクリアな感じですね。そしてボンネットです。へこんでるところは特になさそうですかね。で、色あせなんかもなくてですね、目立つような、まあ、傷もないんですけども、まあ、若干こういうね飛び石傷みたいのがちらほら見受けられるかなというような感じですかね。こんな感じです。はい。で、左のフロントフェンダーも前の方はね多少こう飛び石傷がちょこちょこちょこっとこう飛んでるかなという感じなのと、あとこれですね、ちょっと大きめの、飛び石傷かなと。こんな感じの左フロントフェンダーになっております。で、ホイールは純正ですね。まあ、ガリ傷もほぼなさそうかなという感じです。で、タイヤも結構ね溝まだ残ってまして、全然このままね使えそうかなという感じですね。で、ジオーレオリジナルのねこのメッキのドアミラーも綺麗な感じですね。で、助手席側のドアです。ここちょっとへこみと傷とある感じですね。あとはこの辺りの飛び石傷っていう感じですかね。で、サイドステップ周りこの飛び石傷ですね。こんな感じになっております。そして左リアの、フェンダーですけれども、まあ、色あせもなく綺麗な感じですかね。こんな感じですね。で、左リアのホイールです。こちらも特にこうガリ傷というのはなさそうかなという感じですかね。まあ、こういうちっちゃい飛び石傷っぽいのがあるかなというぐらいで、タイヤもね、全然まだまだ使えそうかなという感じです。で、側面のへこみはですね、まあ、先ほどのねドアのここのへこみと、あとここもちょっとへこんでますかね。まあ、でもどちらもねそんなに気になるようなレベルではないですね。リアのフェンダーの方も特にへこみはなさそうです。続いてリアバンパーですね。綺麗ですね。特に気になるような、傷は見当たらなそうかなという感じですかね。こんな感じになってます。そしてトランクですけれども、まあ、へこみも特に、見当たらず、色あせなんかもねないですね。こんな感じになってます。そして右リアのフェンダーです。多少飛び石傷があるかなという感じですかね。まあでも綺麗な感じですね。そして右リアのホイール、こちらも特にガリ傷は、見当たらない感じですね。そして運転席のドアです。石傷がまあ2箇所ほどあるかなというぐらいで、かなり綺麗な感じですね。で、サイドステップ周りも特に気になるような傷というのはなさそうですね。で、こちら側のドアミラーも綺麗な感じです。そしてフロントのフェンダーはここちょっとね大きめの、こう多分ねこれ飛び石傷から来てると思うんですけどね。こんな感じですね。まあ、色あせもしないですし、まあ、飛び石傷が
ちょこちょこあるかなという感じですかね。こんな感じになっております。で、右フロントのホイールです。こちらもね、綺麗なホイールになってますね。こんな感じです。で、右側面のへこみですけれども、ここに気持ちちょっとへこみあるかなっていうぐらいですかね。あとはここのエンブレムの上あたりも気持ちちょっとだけへこみがありそうな感じ、そんな感じですね。で、ホロです。右側、まあ、特に破れてるところとかっていうのはないですね。で、このガラス周りも綺麗な感じで、左側も綺麗ですね。まあ、ルーフ全体的にも特に気になるような、破れ等は見受けられないかなという感じです。はい、では続いて内装を見ていきます。まずは運転席ドアトリムですね。このね、ジオールはね、やっぱり内装のこのレザーの匂いがね、ふわっとしてきますね。なんかこうちょっと高級感のある感じの匂いですね。で、フロアマットはちょっと、やれてきてるかなという感じですかね。で、ジオール純正のシートは、まあ、この辺のひびが入りつつある感じではありますけども、まあ、でもね、弾力性もねまだありますし、助手席側も綺麗な感じですね。そしてステアリング周りですけれども、特になんか擦れてるような感じは見受けられないですかね。で、ダッシュボード上も、まあ、乗り跡などは特に見当たらないかなという感じです。これが何だろう、なんかペロンと出てますね。で、オーディオは CD、MD のデッキですね。で、シフト周りなんかも綺麗な感じですかね。こんな感じになってますね。で、エアホンのダイヤル類もまだ割れとかはないですね。こんな感じで、まあ、あのインジもね、消えかけてるとかそういうのも特にないですね。はい、ちょっとエンジンかけてみたいと思います。すごくね、かかりいいですね。うん、吹き上がりもいい感じです。特に何の違和感もないですね。あ、でちなみに ETC はですね、こちらに新車載機がついております。はい、で続いてトランク見てみたいと思います。トランク、トリム類もね、全部揃ってますね。こんな感じで、特に欠品しているところはないですかね。で、車載工具、あと車庫調レンチがついてますね。そして、よいしょ、助手席側です。まずドアトリム周りですけれども、綺麗な感じですね。で、スカーフプレートも綺麗な状態で、ちょっとね、フロアマットがね、めくれ上がってきちゃってる感じですかね。こんな感じの内装になっております。はい、では続いてエンジンルーム見ていきます。はい、ではエンジンルーム見ていきたいと思います。結構ね、エンジンルーム内もこんな感じで綺麗な感じですね。では続いて試乗してみたいと思います。
それでは試乗してみたいと思います。ジオーレですね。珍しい、車です。しかもですね、ジオーレ結構ね、タイプ V が多いんですよ。標準車のね、ジオーレってなかなか珍しいですね。で、走行距離はですね、まだ6万4700キロという感じで少ないですね。クラッチも非常に軽いです。あとね、このブレーキペダル、ペダルじゃないか、ブレーキのフィーリング、これすごいいいですね。サスペンション、バネですね、バネだけ、社外品に変わってる感じですね。乗り心地はね、至って普通な感じで、なんか全然硬さはないですね。で、まあ、やっぱりこのジオーレのね、レザーシート、座り心地がいいですね。ただ、この冬になってくるとですね、この最初はちょっとね、こうひんやりしちゃうんですよね、レザーシートはね。うん、まあ、ミッションの方の入りもね、至って普通な感じですね。やっぱりブレーキがいいな、すごくいい感じです。まあ、タイヤもまだね、新しくて溝もたっぷり残っているというところも、ブレーキよく効くなという感じになってるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、見た目はこのジオーレの、ノーマルという感じの、外観になってますので、まあせっかくなんでね、ジオーレこのままの見た目を維持しながら乗ってもらいたいなという感じですかね。内装なんかもね、ほんとジオーレのオリジナルの内装のまま全て残ってますので、まあこの辺りもね、おしゃれな感じでこのまま残したいところではありますね。ちょっとね、フロアマット、これがなんかちょっとめくれ上がってきたりとか、やれてきちゃったりとかしてるので、ここら辺だけちょっと気になるところかなというところではありますけれども、まあ車全体的には、まあやっぱりさすがの6万キロ台ということもあって、すごくね、綺麗ですね。前のオーナーさんからの下取りの車になるんですけども、本当ね、こう綺麗に大事に乗ってきたんだなっていうのが分かりますね。踏んでみましょう。あ、いい感じですね。いい感じの加速です。乗り心地はね、ほんと全然悪くないですね。で、まあ変な羽みたいのもないですし、こうピターっとこう吸い付いてる感じです。で、ここら辺のね、このホロのキャッチのガタみたいのも特に出てない感じなので、まあ特段なんかこう現状こう運転していて気になるっていうところはないんじゃないかなという気がしますね。まあまだこのね、一般道の本当、3、40キロぐらいしか出してない中での判断ではあるんですけれども、とてもマイルドな感じで乗りやすいですね。全体的には特に何の違和感もなさそうかなという感じです。はい、以上 S2000 の試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。